こんにちは。こんにちは。井上です。金子です。僕もそうなんだけど、はい、年を取ってくると体重が落ちづらいってよく言うじゃないですか。はい、この一番の大きな要因は、スカルパ三角にあると思ってるんですね。うんうん、スカルパ三角ってなんだよっていう話なんだけど。はい、マニアックで。マニアックだね。はい。鼠径部のところにある人体と筋肉、うん、これの形状をスカルパ三角って言うんだけど、鼠径靭帯、腸内転筋、後方筋。こうやって鼠径部のところに三角形にこう筋肉と靭帯があるんだよね。はい、その三角形の中に大腿動脈、大腿静脈、大腿神経、これがこうあるんだよね。はい、要はもう蛇口をひねったホースがたくさんある、うん、一番太い血液とかが流れるところがそこに集合してるんだけど、うん、皆さん長年座ってるじゃないですか。そうするとその鼠径部のところの動脈とか靭帯がこうやって曲がった状態で固まってるんでね、うんうん、皆さん家のホースをずっとこうやってグニュッと曲げとくと、そのまま曲がったまま戻んなくなって水流れづらくなるじゃないですか。はい、それが体の中で起きてるから、体全体の血液循環が悪くなって代謝が下がっている、うん、こういう現象が確実に皆さんに起きてると。だからそのスカルパ三角、要は鼠径部だね、簡単に言うと鼠径部が柔らかい状態がとても理想なんだけど、僕は30代以降の女性で鼠径部が柔らかい人に出会ったことがない。施術をしていく、はいはい、それぐらい皆さん固まってるんだよね。うん、もちろん運動しっかりしてる人は比較的柔らかいけど、うん、運動をあんまり習慣にしてない人はとても硬い。確かに。なのでこのスカルパ三角を柔らかくするっていうのがダイエットにおいても美容と健康においてもめちゃめちゃ重要なポイントだと思いますので、今日はこのスカルパ三角を動かす運動をご紹介しますので、ぜひ一緒にやりましょう。そしたらですね、足を肩幅ちょい広めぐらいに足をスタンスとります。で、膝をつける、ピッと内側で。このまま前にグッと床について戻して、で、前に伸ばして戻して、はい、これです。はい、これを1分間いきます。はい、よーい、スタート。ずっと両膝つけっぱなしです、ね、そうです、つけたままこうやっていって、こう、このさっき言ったね、このスカルパ三角には後方筋と腸内転筋っていう股関節から太ももに対してこうやってクロスする筋肉があるんで、そこをこう伸ばして、はい、戻して、伸ばして、はい、戻して、と。膝を絶対に閉じてるっていうのが重要ですね。そうですね、はい、そこ、それが今めっちゃきついそうです、内転筋がね、やっぱこう皆さん弱くなってますから。確かに、特に女性は疲れるとかじゃないんですけど、きついとかじゃないんですけど、この両膝をしっかりくっつけとくっていうのがきつい。まあきついですね。あ、そうかな。全然何の問題もないけど、今日はね、一緒にやってますから。僕も確かに、だから一人でヒーヒー言ってたら変な人に思われる。やばいやばい、そうだ大げさだなと思われる。やばいはい、OK です。はい、OK。 そしたら今度はですね、このまま前に伸ばします。はい、そのまま膝をパッカー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 とこうやって、そうです、これ1分間いきます。はい、よーい、スタート。パッカー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 支える手大丈夫かな、みんな。あー、確かに。ちょっと疲れたらこうやって休憩して、で、いけるようになったらパッカーパッカーパッカー。地味なものって結構効きますよね。地味かね。これ地味じゃないですか、でもないから。確かにね、足パカよりは地味だよね。確かに、うん、エンターテインメント性はないですよね。あの、体を整えるのにね、エンターテインメント性いらないから、ね。そうですよ。まあ、でもダイナミックな、なんかこんなんとかいらないですか。いらないんですよ、そんな。エンターテインメントを求めるところ、ちょっと体が整わなくて。確かに。疲れちゃうから。これ大事な、こういう大切なね、体の機能を回復させる。よし。よくできるね。はい。もうやっぱり、スカルパ三角といったら金子と呼んでる。出た。出たよ。いつも。いつものそれ。スカルパ金子でいきます、はい、僕は。はい、OK です。はい、OK。 ちょっと休憩しようか。ちょっと休憩しましょう。ちょっとね、あの、支えてる手が疲れてきちゃうと思うんで、少し、ね、足は疲れないけどね。まあまあまあ、そうっすね。よし、行こう。はい、また同じ体勢で、今度は右膝を左足の前、左膝を右足の前、こうやって、こうやって、おい、おい、こう内に倒していく。はい、地面につけます。はい、はい、これ1分いきます。はい、よーい、スタート。はい、ヘイヘイ、ほら、合わせて、ヘイヘイヘイ、遅れを取ってた。なんでだ、なんでだ、
わかった、それの膝の位置の方が高いのか、足が長いから違う、それさ、初期設定の問題だぜ最初から低めにしときゃいいんだよ。そうそう、もっと前に膝倒しときゃいいんだよ。はいはいはい俺が足短いみたいな俺、あれだからね、体のバランスの割には足長いよ、はい、あ、でもそうだと思います、はい、身長はちっちゃいけど、どっちかというと僕足短いですこれはだいぶみんな骨盤も整うし股関節も、あ、確かに、これ何気にあの腸腰筋も動かしてるから、そうなんですよね、腸にもいいし、確かに、ああ、腸にいいっていう、本当まさにやっぱこう疲労が溜まってくると頭って回ってこないんですやっぱ疲れたなこれはい、OK です、はい、です、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。意外と疲れないような、疲れるような、はい、そんな3分でした実際さ、はい、今上半身より下半身の方が熱くない？下半身がそう、なんかじんじんこうなんか流れてってる感じがある、流れてる感じあるね、はい、下半身のトレーニングをするとこの下半身の血液を心臓に戻そうとする筋ポンプ作用が働くじゃないですか、はい、この状態が全身の血液を運ぶんで、血液が体の栄養を運搬する作用がありますので、若々しく保つためにも鼠径部というのはとても大事なんで、ダイエットも美容にもとても効果のある運動になりますので、ぜひこれを前に続けてください。そしていつまでも美しく綺麗なあなたでいてください。このようにアピアンス TV では、今でも綺麗でいたい、いつまでも若くしていたい、そんな方々が増えてほしいと思いで動画をお届けしてますので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。骨盤整え枕という商品を作りました。ここに仙骨を乗せる感じですか？めっちゃ気持ちいいですね。すげえ、あったかくなってきた。やばくない？寝て、これ座ってたり寝てただけだぜ。さっき多分、こんなんだった気がする。ねえ、背中にでーんと。はぁこれやばどうですか？ストレートネックあたりも気になりません？肩甲骨にも当たってるでしょ？当たってますよ。これ超気持ちいい。肺腸活です。うわ、すげえこれ。これめっちゃ腸活だわ。これ1個でだからな、全身をね整えていこうよ、うん、いやこれマジでいいっすよ。うちの動画を見てくださってる方だけクーポンコードを差し上げるんで、うん、皆さんにはですね9980円でご提供できます。体を整えたいという方にはぜひおすすめのものになってますので、ぜひ皆さんお手元に取っていただければと思います。